はい、にがみ塾のにがみです。よろしくお願いします。英検1級に出る単語を解説していきます。今日はこの言葉です。Ointment。 名詞で軟膏、聖書の中の言葉では香油という意味になります。この形がオイル、名詞の油とそっくりですよね。似てる感じです。さて、この軟膏なんですけども、これをさらにずらしていきましょう。そうすると Anoint、 動詞で軟膏を塗る、精油で清める、そして任命するという意味があるんですね。この任命というのが、聖なる油を塗ってこの人は清い、この人はそうでもないかもしれないという形でこう分けていく感じなんですね。というところで任命するというようなところになってきます。さて、このアノイントなんですけども、音がアポイント、これと似てます。動詞で任命するというふうになってきますね。ということなので、最初のオイントメント、オイル、油というところからつなげていって、アポイントと同じような意味があるぞというふうに覚えておいてください。それでは今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。